初級着物セット着物が着れる。では着物をお出しください。そうしますと後ろ裏の襟にホックがあります。止めてください。まず着物を羽織ります。左右を確認するのは襟のところに折り目がございますので合わせます。腰に布を当てます。当てましたら背中の布を出します。ちゃんと右手は押さえててください。左前ですので左の脇線を先に測ります。ももの中央にまっすぐに一直線になるように、そして前で確認。そうしましたら右側の下を奥に入れます。もう一度クッと入れます。反対に左前を合わせます。下半身の腰ひもをかけます。締めます。結びます。2回からげて結びます。これは別動画でもやりますので、ダメージがない位置を探しましょう。端の口、二端口といいますか、そこから後ろに手を入れ、前の布を合わせ、襟を合わせます。襟を抜きます。前を合わせます。お端折りを整えます。その状態で紐、ハイウエストあたりで後ろでクロスし、前で軽く締め、2回から上げ、緩めにリボンをしてください。まずはきれいにやろうとせず、この一連の流れが自分の中で